S.E. パルメーラスは、ブラジル・サンパウロ州サンパウロを本拠地とするサッカークラブである。ブラジルの公用語である、ポルトガル語の発音により、パウメーラスと表記されることも多い。サンパウロ州のビッグ4の一角を占める。ユニフォームの色は、緑と白。相性は、古くからあるものから順に追っていくと、ラテン語由来の、白と、ポルトガル語の緑を組み合わせた。 アルビベルジー、ポルトガル語で、緑の愛情のこもった形である、ベルダウ、マスコットである、豚の意味がある、ポルコがある。この緑色の豚が、マスコットになった経緯は、最大のライバルである、コリンチャンスのファンに1969年頃から、豚と罵られていたことを逆手に取ったジョルジーニョという、選手が、スポーツ雑誌のために豚を抱きしめたことがきっかけで、 1986年にファンが豚をマスコットに決めたというエピソードが残っている。パルメイラスが正式に豚をマスコットにしたのは2016年になってからであるが、スタジアムでのファンソングのほとんどが豚に言及している。ブラジルの中では裕福なクラブの一つであり、財政面ではフラメンゴと並んで二大巨頭と言える存在。パルメイラスのファンは、 パルメイレンセと呼ばれ、お互いを家族と呼び合い、開放的で折り目正しい気風を心情としている。男性のファンを、パレストリーの女性のファンや女子チームの選手を、パレストリーナと呼ぶことも多い。パルメイレンセの厳密で正確な総数は不明であるが、2019年9月に、著名な研究機関である。 ダタフォリアが2878人を対象に行った調査によると全体の6%となっており最新の調査ではその数を1300万人としている。またパルメイラスはサンパウロを中心に日系ブラジル人とその子孫の多くがサポートしているクラブでもある。パルメイラスにとって歴史的な永遠のライバルは同じくサンパウロを本拠地とする コリンチャンスとサンパウロ FC である。この2クラブとサンパウロ州サントスのサントス FC はサンパウロのビッグ4と呼ばれ、互いの対戦はクラシコの名が完成られている。コリンチャンスとの試合は特にダービーとして特別な意味合いを持っている。サンパウロ FC との試合は超レイとして知られる。また、豊富な資金力を背景に近年ではフラメンごと激しく、 歯を争っている。クラブは、サンパウロの西地区の一等地に位置するアカデミアジフッチボーとコンプレックスで構成されている。コンプレックスには、スタジアムであるアリアンツパルケの他に、管理事務所、パーティールーム、ダンス、音楽、語学ルームの他、テニスコート、ホッケースケートリンク、フィットネスセンター、ジム、ヨガピラティス、畳張りの武道場、卓球、テーブルサッカー、 プール、サウナなどの多種多様なスポーツができる場所、レストラン、カフェテリア、スナックバー、バーベキューグリル、遊歩道など様々な施設がある。このコンプレックスの中で、スタジアム以外の部分をソーシャルクラブを意味するクルービソシアルと呼んでおり、同盟の有料会員サービスのメンバーが主に利用している。これまでに獲得したブラジル国内の主なタイトルは、 歴史も古く重要な位置づけがなされているカンピオナート・バウリスタの優勝23回。国内で最も重きを置かれているカンピオナート・ブラジレーロの優勝が歴代最多の10回。全国レベルのカップ戦のコパド・ブラジルの優勝が4回など。国際大会では世界で最初に開催されたクラブ世界選手権とされているコパリオの優勝のほか 南米南部地域の国々のクラブチームで争われたコパメルコスールの優勝。南米で最も重要な大会であるコパリベルタドーレスの優勝3回などの実績を有する。パルメラスは1914年8月26日にイタリア系移民によって創設された。当初のクラブ名は SS パレストライタリアというものであったが第二次世界大戦でブラジルが 連合国側に立ったため、イタリアに由来する名称の使用を禁じられたことにより、1942年9月14日に SE パルメイラスと改名。また、この時イタリアの国旗に由来する、クラブカラーの緑、白、赤のうち、赤が外された。この時の改名を後押ししていた、サンパウロ FC との最終戦の勝利による、 カンピオナートパウリスタのパルメイラスの優勝とそれに、まつわるドラマによって、サンパウロ FC との歴史的な因縁が生まれることとなる。この旧名は2010年7月に取り壊された、旧ホームスタジアムのエスタジオパレストライタリアに、その名残を留めていた。ファンの間では赤を含めた緑、白、赤を、クラブのカラーとして使用する例も多い。その他、過去には、 イタリアの企業とも縁が深かった経緯があり、スポンサーとして、パルマラット・ピレリ・フィアット等、イタリアを代表する企業がついていた。1916年にカンピオナートパウリスタに、初参加した後、1920年に、初タイトルを獲得。1951年には、世界初のクラブ世界選手権とされる、コパリオに優勝するなどした後、 1960年代に黄金時代を迎える。この当時、クラブは、マスコミや、ファンなどによって、フットボールアカデミーという意味のアカデミアでフッチボーと呼ばれていた。この時期は、ファーストアカデミーを意味する、1965年から1970年の、プリメーラアカデミアと、セカンドアカデミーを意味する、1971年から1975年の、 セグンダーアカデミアに大別され、カンピオナートブラジレーロでは、1960年から1973年まで7回の優勝を経験している。1975年には、アルゼンチン代表との親善試合に2対1で勝利した。その後、長らくタイトルから遠ざかっていたが、1992年に、イタリアの食品会社パルマラットが、 スポンサーについたことによってクラブは上昇気流に乗る。豊富な予算を手にしたパルメーラスは1993年のカンピオナートブラジレーロで約20年ぶりの優勝を果たすと翌1994年にも連覇を果たす。その後1998年に初の南米主要タイトルとなるコパメルコスールで優勝した後1999年には コパリベルタドーレスに優勝して南米一に輝いた。その後、カンピオナートブラジレーロセリエの2003年と2013年シーズンではセリエ B に降格したが、それぞれ1年でセリエ A に返り咲き、2016年と2018年にはセリエ A のタイトルを獲得している。2020年シーズンでは序盤こそ調子をつかめず苦戦したものの、 クラブの歴史上、最長のブランクとなったパンデミックによる、長期休養明けから徐々に調子を上げ、カンピオナーとパウリスタにて、現地時間の8月8日に、最大のライバルのコリンチャンスとのダービーを、PK 戦で制し、この大会では12年ぶりのタイトルを獲得。その後、調子を落とすと監督のバンベル・レール・シェンブルゴを更迭、無名に近いアベウ・フェヘラを新監督に、 大抜擢すると一気に調子を上げて、2021年1月30日にマラカナンスタジアムで行われたコパリベルタドーレス2020のグランドファイナルでサントス FC を終了間際の劇的なゴールで破り、21年ぶり2度目の優勝を果たした。続く FIFA クラブワールドカップ2020ではコパリベルタドーレス決勝からわずか1週間というタイトなスケジュールや 平均年齢25歳という若手中心のメンバー構成も相まって経験不足なども足かせとなって南米勢の史上最低となるようにで終える結果となった。2021年3月7日、2020年シーズンを締めくくるコパドブラジルにおいて本大会4度目のタイトルを獲得。アベウフェヘイラは本大会のタイトルを獲得した初めての外国人監督となった。 総括すると、このシーズンを3巻で終えた。パンデミックの影響で、ブラジルでは通常であれば、年内に終了するシーズンが、2020年シーズンは2021年3月まで、ずれ込んだ影響で2021年シーズンは、短いブランクを挟んですぐに開始された。そのため2021年の男子プロチームの公式戦は、 合計91試合が行われ、クラブ史上最多となった。パルメラスは、昨シーズンの好調な結果も影響して、過酷なスケジュールを消化しながら、コンディションを維持して、結果を残す必要に迫られていたが、昨シーズンの結果として、出場を果たした、スーペルコパとブラジル、レコパスダメリカーナに、PK 戦で落とし、続く、カンピオナートパウリスタも、準優勝に終わり、 シーズン前半はタイトルに手が届かずに終わる。その後は、コパリベルタドーレスに照準を合わせ、8月17日に、準々決勝でここ10年来で最強と歌われていた、ダニエル・アウベスを擁するサンパウロ FC を、セカンドレグの結果で破り、続く9月28日にはこのシーズンのセリエ A で、タイトルを獲得したフッキやジエゴ・コスタを擁する。 さらに強敵のアトレチコミネイロもセカンドレグの結果によりづらくも破り2シーズン連続1年間に2度目のコパリベルタドーレスの決勝戦に駒を進める11月27日ウルグアイの首都モンテビデオにあるエスタディオセンテナリオで一戦のみの一発勝負で行われたブラジル最強との呼び声の高いフラメンゴとの決勝戦は延長戦にまでもつれ込んだが 交代出場したデイベルソンが決勝点を挙げ、この大会では3度目となる1年間に2度となる2、シーズン連続優勝を果たす。コパリベルタドーレスで2連覇を果たしたのは2000年シーズンと2001年シーズンを制したボカジュニアーズ以来20年ぶりのことであった。その他、2021年シーズンは女子プロチームの大幅な強化を行い、ブラジレーロン女子において 準優勝を果たしたほか育成年代の各カテゴリーの活躍も著しく、12月22日にパウリスタン U-20 を5連覇により、5シーズンで男子プロ、女子プロ、育成年代の合計で100のタイトルを獲得するという記録を打ち立てて2021年シーズンを終えた。男子トップチームはこの後、 コパリベルタドーレスでの優勝を受けて、2022年2月3日から12日まで、アラブ首長国連邦のアブダビで開催される FIFA フフ、クラブワールドカップに挑む。第二次世界大戦の最中の1940年代、連合国側に立っていたブラジルでは、イタリア語や日本語の使用が禁止されるなど、日本人、イタリア人、ドイツ人と、 それらの地を低い民たちは厳しい立場に立たされていた。日系人の最大のコミュニティがあるサンパウロをはじめ、ブラジル全土の多くのクラブでも、日本人や日系人を排斥する動きが広がり、多くのコミュニティやクラブが消滅する中、イタリア系移民が創設したパルメイラスは、イタリアが日本と同じく数軸国側に立っていた関係もあり、日本人、日系人の排斥を行わず、 積極的に受け入れ彼らを保護した。そのような経緯があり、現在でも日系人の多くがパルメイラスを支持している。パルメイラスは1967年に初めてアジアの国を訪れ、最初に日本を訪れたブラジルのクラブとなった。その際、日本のメキシコオリンピックへの参加の準備に貢献し、6月18日に 東京のオリンピックスタジアムでオリンピック日本代表チームと対戦。パルメーラスはダリウとヒナウドのゴールにより第一戦鬼から0で勝利した。日本がオリンピックでサッカーのメダルを獲得したのは1968年のオリンピックでメキシコ2の0で破った時だけである。その後、パルメーラスのトップチームは1986年。 1994年、1999年と、日本へ3回の遠征を行っており、山形、東京、横浜、静岡、名古屋、京都、神戸、福岡のの8都市にて、ヤンマーディーゼルサッカー部、ジュビロ磐田、鹿島アントラーズ、横浜フリューゲルス、名古屋グランパス8の5つの日本のクラブと対戦している。日本代表は、モルンビーで行われた。 コパアメリカ2019のデビュー戦、チリ代表チームとの対戦に向けて、2019年6月14日に、パルメラスの練習施設であるアカデミアでフッチボーで、大会参加者としては初めてトレーニングを行った。ルイス・フェリペス・コラーリ監督は、日本代表の森安はじめ監督とシャツを交換した、ほか、日本代表の全員に、クラブに関する書籍と、 ベルダオンの公式シャツがプレゼントされた。クラブの歴史上、アジア大陸のチームがパルメイラスのトレーニングセンターで活動を行ったのは初めてのことであった。2020年7月20日、在サンパウロ日本国総領事の野口康氏は、パルメイラスのマウリシオ・ガリオッチ会長から、パレストライタリアのソーシャル本部で歓迎を受けた。総領事は、 この訪問に際して、アカデミアでフッチボーの庭園に、両国民の尊敬と友情の絆を象徴する、桜の木を植えた。エミコ・タカタツは、1960年代にパルメイラスの、選手としてその奇跡を歩み始め、500以上のメダルを獲得して、結出した同国の日系人の卓球選手として、パイオニアとなった。1986年に、パルメイラスが、 キリンカップサッカーに出場することなり、当時、ブラジルに渡り、サントス FC に在籍していた、三浦和義が、出場の機会を得るため特別契約により、パルメイラスに所属。三浦は、ブラジルの日本人、プロサッカー選手として、初めて日本のピッチに立った選手として3試合に、出場。ベルダーブレーメン戦では、ドイツのブンデスリーガで、 初の日本人選手として活躍していた奥寺康彦と対戦するなどして注目を浴びた。ブラジルに戻った三浦はサントス FC に戻っていったが在籍期間は短かったもののパルメイラスのファンの間に日本人選手の三浦和義の名前は現在でも深く刻まれている。現在パルメイラスに所属している小山ウーゴは卓球選手として 1992年のバルセロナオリンピックから2012年のロンドンオリンピックまで6回のオリンピックのほか、1987年のインディアナポリス大会から2011年のグアダラハラ大会まで7回のパンアメリカン競技大会に出場した。パンアメリカン競技大会においては、ブラジルで最多のメダルを獲得した選手の一人であり、金メダル10個。 銀メダル1個、銅メダル4個を含む15個のメダルを獲得。現在は、同国女子卓球チームのコーチを務めている。現在も開催されている大会、トルネイオホベルト・ゴメス・ペドローザを含むかつて、開催されていた、大会現在も開催されている大会かつて、開催されていた、大会中、選手の国籍表記は、フィファの定めた代表資格ルールに基づく。 ありがとうございます。